最近気になっている商品を3選紹介します。アンマン滑り台、今日のアマちゃんでございます。アマちゃんがね滑り台やってる、つーってね、楽しいみたい滑り台中です。アマちゃんがね遊んでます。もういろいろね引っ張り出して戦っております。いや楽しそうですね、アマちゃん。このぬいぐるみもね大好きなんですよね。まあ歯磨き代わりにねいいんだろうね、こういうハムハムする系ね。というわけで今日も元気です。それでは本編スタートです。どうもプニでーす。お元気ですか皆さん、元気ですか最近ね気になっている3選ということでね、リスナーさんからもねいろいろ情報をもらって見てるうちに気になったものがねあるので、それを紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね、インテルがね24年ぶりにグラボを出します。こちらですね、これアークシリーズっていうことでいいのかな、 A のね770っていう、ものなんですけれども、まあ価格がねとにかく安いんですよ、このグラボで。ベンチマークもね、やった方がいらっしゃるんで、その情報をねちょっと見ながら後で紹介しますけれども、こちらが A の750という、さっきよりも、まあ、回の、ソリューションになるのかな。安いでしょ。まあ、今、円安だからもうちょっと、ね、日本に来た時には高いのかもしれないけど、発売日はね、2022年の10月12日なんですよね。もうすぐね、発売する予定なんです。こちらね。いや、これはね、気になってるんですよ。で、スペック的には、こんな感じ。まあ、私はね、あまり詳しくないんで、あれなんですけれども、アーク3と5と7っていうシリーズがね、あるみたいですね。3と5は、すでに発売されてるのかな。ベンチマークが、こんな感じで、出ておりました。ちょっとググりましたね。というわけで、今回はね、A の750、A の770っていうね、このシリーズを、見ていきたいなと思います。で、詳しくはね、概要欄に私がね、詳しく、参考にさせてもらった、サイトのね、リンク貼っときますんで、ぜひ見てみてください。まあ、ここではね、ざっくり説明するだけでいいさせていただきますね。で、A の770っていうのが、ほぼね、あの RTX3070 に近いんだよね。ホームページに出た時には、3060Ti に近いですよっていうね、ちょっと控えめな、売れ込みだったんですけど、なんていうんですかねすごいですよね、3070に近いって言っても問題がない気がしますよね。で、その下のあの A の750、これに関して言えばもうほぼこちらが 3060Ti に近いっていう、そういうことですよねというわけで、こちら安価に、インテルから発売されるグラボでした。ぜひね、グラフィックボード購入考えてる方は、検討をね、考えてみてはいかがでしょうか。さあ次ですね、10人のクリエイターがグリコにということで、
11月22日にクリエイターズグリコというね商品が発売になります。グリコのおもちゃを10人のクリエイターたちがね、作ったみたいですよ。ではちょっと見ていきましょう。グリコがね100周年記念ということで、やっているんですよね。もうすごいですね、グリコ100周年ですよ。で、そうそうたるね、クリエイターたちがこのおもちゃを作ったということで、話題になってますね。1921年に、グリコが発売になったみたいですね。で、おもちゃがついたのも29年なのかな。その前からあったのかな。一挙に増えって書いてあったから。で、おもちゃはね、あれですよ、海洋堂がね作ってるみたいですよ。これはすごくないですか。10月6日、にね、予約が開始になっています。クリエイターズグリココンプリートボックスとクリエイターズボックスといろいろあるみたいですね。ちなみにコンプリートボックスは、まあ、約1万5千円ですね。で、クリエイターボックスは各種、まあ、4千円ぐらいということでね、発売になるみたいです。わ、すごくないですか。結構ね、なんか面白そうな、なんていうんですかね、新しいデザインですよね。ドラクエのね、堀井さんのやつが、ツイッターでも話題になりましたかね。というわけで、10名のクリエイターの紹介ということで、大原澄人さんですね。漫画家ですね。熊健吾さん。建築家。酒井直樹さん。コンセプターですね。次は、立浪修一さん。大学研究員の方かな。長坂真子さん。美術家ですね。根津光太さん。クリエイティブコミュニケーター。日野明宏さん。ゲームクリエイターの方ですね。兵庫之助さん。イラストレーターの方ですね。堀井裕二さんですね。ドラクエのね、生みの親でございます。増田セバスチャンさんですね。言いにくいな、すいませんね。アーティストの方ですね。素晴らしい。このクリエイターたちがね、素晴らしい作品を、グリコのおまけにつけたということで、いやー、すごいですね。というわけで、100周年記念でね、記念限定品として発売になります。で、概要欄にリンク貼っときますけれども、グリコのホームページからね、すでに予約がスタートしております。ぜひね、欲しいぞという人は、予約してみてはいかがでしょうか。普通のとクリエイターズボックスと、コンプリートボックスっていうのがあるみたいです。で、コンプリートボックスはおもちゃが10種類入っていて、キャラメルはつかないっていうことなんですけれども、このグリコのホームページから予約できるものは全部キャラメルつかないのかな。クリエイターボックスとコンプリートボックスは、つかないって書いてありますね。まあ、ぜひね、気になる方は予約してみてはいかがでしょうか。最後はね、話題のゲーミング日本酒ですね。私、お酒結構好きなんでね。大人のためのゲーミング飲料ということでね。こちらがね、現在発売中みたいですね。秋葉原ではね、もうすでに売られてるみたいですよ。いや、なんか、すごい、なんて言うんですかね。いいデザインですよね。じゃあこちらもね、少し見ていきましょう。ゲーミング日本酒こと、ゲーミング
レインボーの販売を開始したということですね。しゃがみパンチっていうことで。西村絹さんの、デザインがこちらなのかな。すごいよね。かっこいいわ。すごいね。西村絹バージョンということで、こちらが出てるんですね。もう一つがですね、こちらでございますね。ミカピカゾさんですね。うわー、こっちのデザインもいいですね。素晴らしい。うわー、すごいなー。こんな絵が描ける人はほんと素晴らしいね。でこちらがね、ミカピカゾバージョンということで、現在発売中らしいですよ。ゲームファンからの支持を受けて、一般にも販売ということでね、クラウドファンディングで、販売してたみたいですね。で、こちらの絵が、これは何なんだろう。複製画セットということで、あ、こちらはね、なんか、グッズ販売もしてるみたいですよ。で、ツイッターのね、フォローとリツイートで、プレゼントキャンペーンもやってるみたいなので、ぜひね、参加してみてはいかがでしょうか。概要欄にね、貼っときますんで、ぜひね、見てみてください。応募期間は10月15日ということですね。というわけで、見ていきましたけれども、すごかったですね。大人のためのゲーミング飲料。これはやっぱり秋葉原行かないと売ってないのかな。どうかな、アマゾンでも売ってるかな。売ってないね。この動画作ってる時には売ってなかったわ。まあ、ぜひね、日本酒好きの方は、購入してみてはいかがでしょうか。まあでもファンの方は開けないのかな。飲まないで取っとくパターンかな。いや、すごくね、缶のデザインがかっこいいし、美しいですよね。ぜひ、店舗などでね、見かけたら、ぜひ購入してみたらいかがでしょうか。秋葉原ではね、もうすでに売られてるみたいなので、探してみてくださいね。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、どうでしたか？私が今気になっている3選でございます。情報いただいた方ね、ありがとうございます。それでは、またね。